ガレキ処理につきましては、仙沼市の場合は、ほぼ市内の全域のガレキにつきましては、一時処理仮置き場といいまして、そこにはほぼ 100% 搬入は完了しております。で今現在、県の方で、二次処理場を市内の2カ所に建設いたしまして、それで、早ければ、9月ぐらいから、搬入をそれを始めまして、25年度中には市内のがれきは一応全部処理する予定で今進めております、問題点としましては、うん、1日に何百台というダンプが走りますので、道路の渋滞の緩和策、している児童生徒の安全確保対策といいますか、そういう部分が、今後 の、 その問題になるのかなと。約9500世帯が被災を受けております。で、昨年の12月までに、仮設の応急仮設住宅を約3500戸建てまして、そこに皆さんが今避難をしております。国の補助制度を活用しながら、防災集団移転事業という事業を計画しております。今現在38地区で約760戸の世帯の皆さんが、移転をしたいという申し込みを受けております。約2200戸ほどの災害公営住宅を今建設予定を、進めている。まちづくりコンペを開催しました。で、全国から102の応募をいただきまして、気仙沼市の顔となるような町をどう作るかということで、その審査会等を開催しながら、その今こういう町づくりをしたいという部分を話をしながら、進めていると。あと最後にいいですか、はい、できれば気仙沼市の場合、その震災後にですね、その全国の方々からいろんな方ボランティア含めて支援いただきました。で、最後に担当としては、支援をいただいた皆様に、この場をお借りしまして感謝を申し上げたいというふうに思っています。